こんにちは。花や龍馬シリーズの111話になりますかね。前回はビジネスのことをちょっとねお話しして、ちょっと反応がなかったんでどうしたのかなと思ったら、まあいろいろとね花や龍馬さんも楽しんだりとか活動したりとかなんで、まあなかなか私のことばかりに構ってられないっていうのはまあそうなんだろうなと思いました。大変失礼しました。で、今回ですね、まあビジネスをもうスキッとねまたお話して、それからまあビジネスのことばかりじゃなくてもいいんで、まあちょっと気軽にね、振動とは言いますけども100話も超えたんで、ちょっと砕けながらあんまりこう堅苦しいこと抜きでいこうかなと思っております。まあ私がね自分の言いたいこと言ってもちょっと伝わらない部分もあると思いますんで、これからちょっとこうもうちょっとフランクにいこうかなというところでございます。ということでね、今回は一旦そうですねビジネスのことをおさらいして、区切りをつけようかなと思うんですけども、まあビジネスを成立させようと思ったらまず商品が絶対必要になってきますんで、まあ LINE のコミュニティなりね、メルマガを作ったりとか、それからノートっていうものをね用いたりとか、オンラインサロンというものがあっていいでしょう。そういったものがまあ設定されますよね。そこに3つの価格帯をつけたらいいんじゃないのっていうことで、低価格もしくは数千円単位、そしてミドルクラス数万円単位で、高額のもの数十万単位っていうものを設けたらいいんじゃないかなってことなんですよ。でこれはですね、一番最初に低価格のものとか無料のものを買った人でも中級クラスのものがありますよっていう風なセールスに同時になるんですよ。でどちらにしてもね、ビジネスを始めたばかりの方って無料とか低価格のものを買って、そして少しね、いわゆるちょっと勉強してもらわないと中級編が扱えないんですよ。まあ、ですのでその後に中級編を、まあ初級編がクリアできた方はね中級編を手にするってことにもなりますし、中級編でも物足りない方は高額のものを買っていただければいいっていう風な流れになると思うんですよね。まあ、ですので一番最初はフロントエンドって言って、やっぱり無料のものとかをどれだけね手にしていただけるか、低価格のものをどれだけ手にしていただけるか、そこで信頼関係を築けるかどうかだと思うんですよね。そしてせっかく商品ができても、やっぱり告知をしないと知らせることができません。だから広報するため、宣伝をするためにアウトプット、要するに YouTube をたくさん撮りましょうってことになるんですよね。で、YouTube の数が多ければ多いほど、そして最近でしたら Zoom ライブをたくさんすればするほど、やっぱり人には気づいてもらいやすくなりますし、やっぱりね、ワントゥーワン動画をあえて公開でやるってのも、あ、自分にも送ってもらいたいなっていうふうに思っていただけるだろうというね、そういう目論見もあったりするわけなんですよ。まあ、ですので最近はオンライン飲み会っていうのも流行ってますけども、そういうところで関わった方にメッセージを送ることによって、それを客観的に見てたら、あ、オンライン飲み会出たら自分にもメッセージをもらえるんだっていう風な打算でオンライン飲み会に来てくれるということをさらに打算してやるわけなんですよね。この打算っていうのはね、別にねずるいことでもインチキでもなくって、打算ないところに結果なしなんですよ。だから行き当たりばったりをやっちゃって、それが素直な自分っていう風に捉えちゃったら、ちょっとねビジネスにならないわけなんですよ。ビジネスってのは全て計算でやっていくわけなんで、結果を求めて最短で最大の効果を上げないといけませんから、ですからどうやったら人の心に響くかな、この人の問題をどうやったら最短で解決できるかなっていう風な、まさに打算の産物なわけなんですよね。そして素直な気持ちで、なんかこう無理なくできるっていうのは、これ上級者の話なんで、やっぱり最初は必死にやるべきだと思いますし、それこそねお世話になった人に1円も払わないって姿勢も多分大事だと思うんですよ。そうやってただで使えるやつはどんどん使い倒していって、それで縁を切られていく人とは縁を切ってもいいですし、やばいなこの人の縁が大事だなと思ったら、やっぱり何がしかの商品を買うことによって、こうやって金銭的につなぎ止めるっていう、これも打算なんですよね。だからこのままだったら申し訳ないなと思えば、やっぱりこう、何か商品を買ったりとか支払いっていうことをやると、やっぱりビジネスマン同士っていうのはねさらに近くなるわけなんですよね。でよくこういうお問い合わせもいただくと思うんですよ。これはね花や龍馬さんに限らず私に限らずなんですけども、すいませんただでこんなことまで教えてもらってって言うんですよね。いや申し訳なくないですよと、申し訳ないと思うんだったら僕の塾入ってくださいって言えば済むんでね。でそれがやっぱりビジネスマンとして言えなかったりするんですよ。だから要するにそこにはお金をもらうことが申し訳ないとか、結局は自分の商品を売るっていう風なオチに来るのがなんか打算的でずるいんじゃないかなって考えちゃうところがありますけども、ビジネスは総じて打算ですからね。でこの、いや申し訳なくないですよと、だったら自分の塾コミュニティ入ってくれればいいんですよ、オンラインサロン入りますかっていう風に言うのが、これがセールスですから。だからビジネスってのは商品があって集客があってセールスがある、この3つが成り立って売り上げになるわけですから、結局遠慮してね、せっかく商品があるのに宣伝しないとか、宣伝してアプローチが来たのに販売しないってことになると、一体どこで売り上げ作るんですかってことになっちゃうんですよね。だからこの辺を認識しながら、売る方も買う方もビジネスに一歩足を踏み入れたわけですから、商品を買わずに誰かと関わることはありえないと思います。やっぱりねただでつながるその関係ってのはただなんですよ。やっぱりどっちかが割を食ってるんですよね。でそれを承知でただを使い倒せばどっちかが疲弊しますし、要するにね、これはね生き残りをかけた戦いでもあるわけなんですよね。
まあ、ですので共存共栄を望まないんであれば自分以外は手下か敵っていうふうな考え方になっちゃうんですよね。ちょっとまあ古めかしい考え方ですけども。ということでね、ちょっと後ろぐらいといいますか、ビジネスの闇の世界っていうかね、やっぱこう取っ組み屋ですからね、うん、だから信頼できる人のコミュニティでいろんな商品紹介されて全部詐欺だったみたいなことも大いにあり得るわけなんですよ。そして詐欺ばっかり紹介されたんだけども、また紹介されたらこの人の手前断りにくいなって形でまた買っちゃうみたいなね、なんぼでも詐欺ってきますからね。でしかも販売者が詐欺だと思わなくて、これがビジネスだと思っちゃってるところが結構ありますんでね、用心した方がいいと思います、うん、だからそういうところで人を見分けないといけないですし、まあ、いくら詐欺られてもこの人の縁とを大事にしようと思えば あくまでね、まあ、あえてですねぼったくられるのも一つの道かなと思います、まあ、こういった形で本当に気を抜くことができない、その世界がビジネスですからね、うん、まあ、いろいろと考えていくこと多いですね。いってらっしゃい。